アイドルグループ SixTONES の初めての4大ドームツアー VVS ・バイブスが22日東京ドームでファイナル公演を迎えた4枚目のアルバム t h e v i e s を引っさげたツアーのテーマはド派手バイブスぶち上げライブ初の生バンドと360度センターステージ通称サブロックを取り入れストーンズの結束力とアグレッシブなパフォーマンス音楽への高い熱量を凝縮したステージとなった 全10公演を走り抜いた各メンバーがコンツアーを振り返った。今回センターステージの構成上、柱がどうしても必要になってしまって、見切れ席が発生してしまうけど、最終的に俺らが頑張って満足させればいいという結論に至って、そのままステージに立って死ぬ気でやったら大成功したという感覚。結局僕たち次第、おかげで最後にギリギリなんとかステージに立っているくらいの状態で、 なんととか1公演持ったいいうくらソ創イです曲と曲の間に酸欠になるみたいなそれくらいギリギリで一曲一曲出し切っています SixTONES の楽曲ってロックやバンドが似合う楽曲が多かったのでそれを生音でお客さんに届けられるのは熱い僕たちの魂が届いているような感じがするのですごく良かったなとサブロックステージってすごく大変で常にお客さんに見られている 約3時間くらい気を張っている状態でいるのはすごくエネルギーを使いますし、逆にお客さんからもらうエネルギーもすごく多いなと。今回の4大ドームツアーで新しいことを知れたというか不思議な力をもらえた。昨年追加でドームをやらせていただいたことによって、ドームの感覚はちょっと感じられていたので、想定しやすい部分もたくさんあった。選挙区は 生バンドがいることによってすごく攻めたものが選べましたし、アコースティックコーナーとか、今まで6人だけじゃできなかったこともできましたし、初日の本編が終わってアンコールに入る前に、みんなでサブロック最高だねって裏で言い合うくらい楽しいライブに仕上がっていて、地方に行けば行くほど成熟していった。リハーサルの時に360度をやって 最初は結構不安でギリギリまでいつも通りのステージングにしようかと話していた。でも、お客さんが入ったらやっぱり最高でした。スタッフさんも、SixTONES はセンターステージがいいね、みたいな話になり、これが続くかわからないですが、今回の4大ドームツアーが今日で終わるのが非常にもったいない。この勢いのまま5台6台7台8台ドームに行けたら。え、そんなにない。 今いろいろ作ってますから、わら、初めてのサブロック、今までやった曲も違う見え方になっていく。逆に言うと同じ見え方を作れないふん、真剣な気持ちで一曲一曲を選んでいった。昔からある曲もせとり、セットリスト入りしました。ジュニア時代からあった曲も、こんな見え方が作れるんだ、と知ったことで、改めて知ったことで長い付き合いになりそうだなと。 逆に今回からやった曲は違うステージでどう演出できるかなとこのタイミングでやっておいてよかったなと思えるステージングでしたそれぞれが立っている目の前のお客さんだけを盛り上げればいいのではなく会場全体の一体感を作っていく一個のライブを完成させていくのがすごく大変だったんですが SixTONES の中で「サブロックかっこよくね」という妄想がすごくあって 本番でやっっててみみたらすごくみんなにハマい SixTONES が音楽を大事にしてライブを大事にしている良さがサブロクにしたことによってより皆さんに伝わるようになったと感じています。